筋肉は裏切らない。ドーバーショーダバースパーミムドーバーショーダバースパーミムスパーミムシュッオレンジオレンジオレンジ来ないかマジか。竹雄さんが目の前でピカクロスさんをキルしてうろうろしてました。ローランでかわいい。ごめんなさい、ミュートにしててごめんなさい。最初の言葉が聞こえなかった、ね、いいですか、僕がレポートしてるんですけど、はい、エレクトリカル下の廊下でピカクロス君の死体があって、エレクトリカルの中に向かっていくゾニキさんを見たんですが、ゾニキさんが僕がキルしたって言ってるんで、ゾニキさん確定です。あ、まあまあ、厳密に言うと、はい、エレクトリカル最速で行ってタスクをこなし出たら、あの死体がパタって倒れる瞬間とそこにうろうろする竹雄さんが見てるんで 100% 竹雄さんっていう状況。これはもう、あのその死体はどこですか、ストレージとエレクトリカル間ぐらいですか。あ、じゃあ竹雄さん視点からまず。エレクトリカルの、入り口廊下のところに立ってました。まあ同じです、同じ位置か。僕初動で、あ、ちょっとだけ僕いいですか、初動ピカクロスさんのカフェテリア右上タスクやってて、僕と一緒に、はい、その後すぐゴミ捨て終わって下行ってたので、そちらが行ってるの確率で、まあ、あとはもう普通にローラーでいいんじゃないかなって僕したんですけど、あとはなんかこんだけ早ければなんか白角作れそうかなっていうのをちょっと思っちゃったりするので、夏目先生の方を詰めてください。いやいや、あ、もう一人死んでるのが夏目先生も死んでるなので、メッドウェイから出るところ、はい、赤とピンクはメッドウェイ付近いたのかな。僕は青ダメです。あ、ケンスメスさんと一緒に、はい、あのメッドウェイ入りました。で、その時に夏目さんすれ違ってますよね、はい、そのカフェの方に行く。そうです、はい、見てます見てます、はい、ね、それ結構直前なんで、竹雄さんは初動アッパーの方から行って左回りで行ってたんで。そうです、はい、まあ一旦今日はじゃあローラーでどっちかに出るということで、はい、人気投票だと44になったらまずいので、白市が誰か決めてほしいんですけど、あ、白市っていないの、白市誰か、まあ、まあ上からでいいじゃないですか。はい、竹雄さんからいきます。竹雄さんからお願いします。じゃあ僕ゾニキさん入れました。あ、お土産、お土産だけ警戒してください。じゃあボタン押しますね。ローラー飲みます。やばい、エレクトリカルゼロ式来る、やばい、まずい。時間的に僕がアドミンでやって切るして上がってで、時間的にはでもゾニキさんの方が合ってるのか。一応ピンク、はい、ローラー飲みますので私は黙ります。夏目先生の詩を詰めていただければと思います。なんか、はい、夏目先生、まあピカさん2人死んで、いや初日2人一緒にいたから我々は白だよっていう人は、ケンツメさんとトゥンさんはお互いできないっていう感じですか、昨日の話。はい、そうですね、そうです、そうです。あ、じゃあもう2人は白ですと、はい、はい、で夏目さんがカフェテリアの方に行くのは見てて、そうです、同じくです。でその後にもうすぐ、まあでも5秒ぐらいか、その右の人はいますか。砂溜です、多分私一人、私が最後、じゃあ無理かな。僕初動で右行く砂溜さん見てるんで、僕カフェテリア右上の助かるときに、私はナビゲーションまでたどり着いてます。なんで無理で、だから僕とそうサントスさんと僕先端さんで、僕は右上のタスクまだやってる途中でした。なんで僕容疑者地入っちゃうけど、それ以上何も言えないです。ピカさんの目撃情報出したのショボスケさんでしたっけ。はい、僕初動右上でピカクロスさんがやってるの見てるって言ったのは僕で、そのまま僕はまだタスク右上のやってます。私も容疑者位置で、目止めポチってからアッパーやってるぐらいで、呼ばれたので、一応資料を出してもらえる情報はないので。あ、でもサントスさんがメッドベース最初行ってたのを見てたんで、あ、そうですね、そこは、はい、確認してます、うん、そうですね、ただ最後まで一緒に入れなかったんで、はい、ちょっと証拠がない。あ、その後にメドベイから出て右に行ったんじゃないか、サントスさんがってことですよね。一応可能性としては ありちゃうので、はい、違ってますけど、だからサントスさんも厳しい気しますね。先端さんはどうでしょう。じゃあもうローラーしましょう、3人
これ、あ、ごめん、自白とかではなくて、あの、はい、で、僕はアドミン行って、ゾニキさんが最速で下行くのを見てアドミンに入り、タスクやってストレージに入って終わりって感じです。あ、なるほど、うん、まあ一応容疑者1ではあると。そうですね、僕はストレー、僕まだカフェテリア右上いるんで、カフェテリアのその下側とか見れてないんで、そこで死体があっても僕確認できないですね。聞いて今サントスさんがやや薄めみたいな感じってことですか。そうですね、ドドロラだ。僕視点は僕でも、僕クルーチになっちゃうのかな。筋肉は裏切らない。ロードローラーだ。じゃあファイブローラーいっちゃいますか。もうどん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 。ファイブローラー。まあ多分色的にはサントスさんがややこの中でも。グレーの中でもやや白寄りで、あれ砂ザメさんの白ってどれで出たんでしたっけ。砂ザメ初動右行ってますよね。あ、初動右で抜けたのを見て、無理なんで初動ナビゲーションまで行ってるもんね、砂ザメさん。あ、そっかそっか、ショボスケさんは弁当も引きできるのか、右上にいたから。あ、そうです、僕右上、ただ僕その初動右上行ってる砂ザメさん見てるんですけど、はい、そこから左に戻ってきてる場合僕見れてないんで、タスクやってるから、はいはいはい、だから、うんうん、まあ一応候補に入っちゃうのかな。まあ、ショボスケさんが、まあ、薄い、めちゃくちゃ薄いけど、あ、ショボスケさん視点で 100% なんか弁当も含めて 100% ないの証明してくれるならサンローラーが一番強いかなと。弁当ってのはどういうことですか。あの、この字の弁当行って、いや、僕だってずっとカフェテリア右上なんで弁当も何も見れないですよ。あ、そっかそっか。いや、まあ徒歩で帰ってくるのと弁当とどっちもあるから、まあそれはどっちでもいいか別に。はい、一応、うん、そうか、完璧ではない。だからこの字の下から弁当出てきてキルされてても、アドミ見てる人いない以上僕は何も言えないです。僕は右上しか見れてないんで。か、まあどうなんですかね。トゥーンさん的にするも 100% できないんですか。できないですね。できないです。夏目さんが右行った後に誰も会ってないですもんね。あと、そうですね、会ってないです。もう最後メッドウェイで。スナザメさんがどのくらいできると思いますか、お二人は。ショボスケさんがカフェ右上にいるんだったら、100。あれ、センターさんはナビゲーションに1位いたのって、アドミンとかで見て見ないです。もう全く見ないです。まあ、ローラーでもいいし、いやでもこの方は一人もう一郎連れてるから、うん、進めてもいいし、もう任せます。テュンさんとヘンチビさん任せます。いやでもちょっとしっぽり気がなさそうな気する。ローラーしたいけどな、個人的には。トゥーさんのケツミスさんが逆にペアで移動すればめちゃくちゃ。自分はスキップ派で、スキップで一旦。ボタン押してもいいですか。はい、いです。まあボタンはでも、もうこれ以上詰めても何も出ないと思います。ああ、わかりました。詰め切ってやると思います、この話に関しては。サントスさんだと思うけどな。だからちょっとスキップ提案してみました。まあでも、ショボスケさんがね、ショボスケさんの、まあ、議論的なクルースは、右に行った人を視認してたのに誰が行きましたかって言ってるところが、まあ一応黒要素ではあるが、ピカクロさんの目撃情報を出してたのは、まあ、インポスターとしては、まあでも状況分かってなかったからっていうのもあるかもしれないけど、バンバン助けちゃおう。できればいいか。あ、トゥンさんとケンさん一緒に動いてほしい。押したんだっけ、ボタン。つったな。アドミンのさ、アドミンのタスクをやったの僕だけですよっていう
タスクバー進んでる僕だけですよっていうのはなんかちょっとどうなんだ。ああ、でも月はあれか。厳選少ない方いらっしゃるからやめとくか。そういう後ろの拾い方もね、一応できますけどね。タスク、そこも強いですよね。はい。はい。はい。ありがとう。リアクター攻撃されたんで、ムカついたから押しました。ありがとうございます。天さんとケンさん一緒に動いていただいてもいいですか？わかりました。はい。理由が、はい、どっちかが多分一番狙われるんですよ。はい。そうですね。で、また平行線になると、ちょっともったいないので、一緒に動いてたら、どっちかがレポートできて、反抗も撃できるので、キルの抑制になるので、お願いします。わかりました。あと、すみません。一つ、今、会議に参加できないバグが出ちゃったんで、了解です。ボタンは押せないので、はい。はい。まあまあ、じゃあ、スキップみたいな感じかな。一応、自分の考えだけ置いとくと、トゥーンさんは無理で、夏目さんがこうカフェテリアの方に行くのは見てるんですよ。でその後先端さんはアドミンとかストレージ付近にいたんですよね。はい。でそこで夏目さんは見てない。見てないです。しょぼすけさんがカフェテリアの右上にいて、そこでも見ていない。タスクやってたからってことですよね、確かしょぼすけさんは。うん、そうですね、僕はもうガチでカフェテリアのタスクやってたってことしかいなくて、何もないです。なるほどです。で先端さんの動き知りたいです、僕。アドミンストレージです。だとしたらアドミンストレージでカフェテリアちょっと上がってキルしてストレージが下ってる可能性もあるから全然候補ですね。でもあると思います。はい。まあちょっと予想としておくと、しょぼすけさんは初手右砂ざめさんを見ていたのに、右行ったの誰ですかって聞いて、うん、砂ざめさんですよねって形だったんで、なんかなんていうかな、フルメーターだったら砂ざめさん右行ってたんで無理だと思いますっていう言い方するかなっていうのはちょっと気になってる点。なるほど。だからそれは例えば他の人が右行ってるって言ったら、いやこの人嘘言ってますって僕は言いたかったんで、ああまあまあ、かけたって感じなんですよね。だから僕はそこは落としてもらう、はい、まあ一応要素ということで、はい、いやそうなんだよな。見せてフランクさんも、僕視点は砂ざめさんが一番少なくて、サントス先端でローラーすれば終わるかなって感じなんで、どっちかめちゃくちゃ警戒してますね。まあ多分お互い全員そうやって言うと思います。じゃあ一緒に動きましょう。チェンさん一緒に動きましょう。停電中は止まれば大丈夫ですかね。はいはい、わかりました。僕はでもあと、しょぼすけさんはあとピカクラさんの情報出してるんで、そこで結局トントンって感じかなって感じ、イメージですね。えん、ぴえん、ぴえん、ぴえん、つまくてまいて、これキャラステ。か。水色ここに入っておくのもまあありだな、人数によっては。うん、そうここをね抜けるというってなると砂溜めさんが狙われるかな。まあ人狼的なやつですね。自分の結果を言わずに相手の結果を待つっていうのは、自分の白を証明してほしくないのかって言われちゃうけど、でも主観ではその方がまあ相手の反応も当てるという感じで、村の貢献度が高いのは情報の先出しだけど、主観では後出しの方がいいっていう話ですね。さな気してっけどな。ジョウスケさんがピカさんの情報出さなかったら、ガシテンの時系列もわかんないしなと思いはする。あらら、あ多分サントスさんかな、はい、今のは。あら、えっ、ー、と、はい、
どうしようか、はい、え、死体の位置先に行った方がいいのかな、どうなんだろう。どこで誰が殺されたのかが、あ、ケンツメスさんか。ケンツメスさんが殺されました、はい。場所はエレクトリカルの前の通路です。あ、ハイネマの前、はい、もうキルする瞬間ですか。いや、アドミンを見てたんですよね。で、アドミンが私1でストレージが4だったんですよね。で、停電が起こりました。はい、はい、だから停電が起こったって言って、多分ストレージ4の人はエレクトリカルに行ったんだろうなと思いながら私はアドミンを出てったんですよ。はい、はい、はい。で、ストレージを通り過ぎてエレクトリカルに入ろうかなみたいな時に通路の上でレポートボタンが光ってストレージに向かっていくサントスさんを見たような気がします。あ、マジっすか。私そこにいないんですけど。マジか。エレクト配電盤の前は僕と赤とピンクと水色がいるはずです。はい、はい。配電盤の前じゃなくて通路ですね。通路だから配電盤の前にいるはずだから、サントスさんが通り過ぎてるっていう話です。あの位置的な問題だから。あ、ごめんなさい。配電盤の前に僕とトゥンさんとしょぼすけさんがいて、死体砂ザメさんサントスさんの順番でいるってことです。はいはいはい。砂ザメさん視点ね。うん、そうですね。だからドサキルに近いところで割って、でもサントスさん気づく位置だと思うんですけどね、レポート多分。だ、僕視点だとサントスさん、サザメさんローラーすれば終わるのかな。先端さんは僕の少し後ろだったけど、ーローラーするんですか。初日白じゃないんですか、サザメさんは。あ、そっか。あれ、テンさん、じゃあサントスさんか。そうだ、ごめんなさい、僕勘違いしました。あれ、テンさん、いや、私全然その近くに行ってレポートも控えてるわけですけど、トゥンさん視点がペアいたから分かるのかなと思ったんだけど。いや、停電になってストレージで停電になって、あ、分かれたんですね。もう一回押しましたね。僕そのまま、いや、ごめんなさい、僕が砂ザメさん候補って言ったのは完全に僕の勘違いです。あ、これは治療残ってだと思うんだけどな。見間違いで砂ザメさん白なので、センターさんとしょぼすけさんから推理してほしい。いやー、ナイスです。お疲れ様です。最後勘違いしちゃった。ナイスです。あぶね、ファイル、ローラーしなくてよかった。いや、とんでもない、とんでもない。チュンさん置いてかないでくださいよ。いや、すいません、すいません。いや、クラクラって探したんですけど、いなくなりました。いや、これ、ストレージでやられてたんですね。ストレージです、はい。ストレージで止まってたら、チュンさんがいなくなって、あれと思って、停電直しに行ったのかなと思って。完全に忘れてました。すぐ動いてたんですけど。夏目先生はどこでキルされたんですか。カフェ、カフェです。あ、カフェ。ああ、ごめんなさい。初動ね、いっぱいなんか左側に人がいたんで怖くなっちゃって、下側行こうとしたら、下側行ったらピカクロスさんいるし、いやもうこれ怖えって、カフェテリアのボタンを押そうって思ったら、佐藤さんに殺されました。めっちゃ挙動不審な動きしてたんで、そうですよね。人がいっぱいいる方が怖くないんじゃない。怖い。しょぼすけさんとセンターさんローラーしようとしてしまってた今。そうだから、そうなりそうだったのでちょっとごめんなさい、提案しました。僕が多分サントスさんだと思ってて、しょぼすけさんがインポスターだったらピカクロさんの情報出す必要がないのと、うん、まあ一応右に行ったって話はまあ共感はできる話だったので、まあ、でも、まあ、でもローラーしても3ローラー目私だからいずれにせよ積んでた気はしますけど、ね、そう、事故が怖かったので、4人盤面での打ち合わせミスとかで、はいはいはい、とかコミュニケーションが直せなかなか直らないみたいなとか、あとオーツ、ね、オーツでちょっとゲームオーバーとか怖かったんで、ちょっとあと3白いって言われたんで、ちょっとそれをさせていただきました。そっち視点はそれあるんですね。私はさっきのあっちの議論にならないと3ローラー目で積むから、私視点はあっちやられた方が怖いなと思ったけど、あ、ローラー止めないとまずいっていう。そうそう、あ、そういう原因違いがあったのか。